はい、これぞ中国だなっていう話をちょっと見つけたんで、まあニュースになってるかなと思うんですけど、中国の船が台湾の、まあ要は領海とかそういう範囲ね、入ってくんないエリアに入っ、まあ、入るじゃん。当然さ、台湾側のさ、こう警備艇、まあ日本で巡視艇だな、うん、が追っかけますじゃん。そこまではさ、日本でも起こりうるさ、普通の話じゃんね。でね、まあこれさ、中国の場合ってこう結構国籍バレやがるような船使いやがるからボロバレなんだけど、え、アホなことにさ転覆しやがったんだよこいつね。で二人死にました、何してくれんだこの野郎って中国激怒してんだけど、いやお前その理論はおかしいっていうね、うん、ね、うん、いやこれさ、よくさ、こう暴走した車とか交通違反した車をパトカー追いかけて事故った、どういう追跡してんだって理論にもつながるんだけど、いやだってさ犯罪者を追いかけるじゃない、そこに対してさ躊躇してたらさ犯罪者逃がすわけじゃない、その方がリスクだと思わないのかな、ね、だったらね、まあだってぶっちゃけこれで下手したらこれでさ先端開く話になるわけじゃん、お前らが追いかけたせいでうちの人間が死んだじゃねえか、どうする、どうしてくれんだって中国言うけどさ、いやお前らの船がこっちに入ってきてんだこの野郎って言われたら、たらそんなことやってお前それこは俺の土地なんだからいいじゃねえかってあいつは言い出すんでしょ、じゃあ逃げんなよって話だしさそうだそうだ逃げんじゃねえよってここは俺の家だって居座れなかったんでしょ結局さ、なんぼな、なんぼ、いくらさ、いくらここが俺の家だって言い切ったところでさ、裏でね、言い切ったところで、船がそこに居続けることは現実的にできなかったわけでしょ？ね。いや、まさに実効支配なわけだ。ん？ね？全くできてない状況下において、ね。要は、逃げて事故ってるってさ、一番さ、格好悪くてさ、立ち悪いパターン、立ち悪いじゃないな。間抜けなパターンだと思わない？ね。でさ、確かにさ、外洋だから荒れてるだろうよ。その多少はさ、多少荒れてるだろうけど、ね。いや、そのね、追跡、そんな妖怪審判とかする船ってことはさ、それなりに腕があるやつがさ、乗ってると思わない？普通はさ。それがひっくり返るんだぜ。もうね、これさ、わざと中国ひっくり返したら船送ったんじゃねえかって、ちょっとギャスしてんだけどさ。が一つ。でね。船が転覆するってそうそうないと思うんです。いやもちろんさ近海漁業船で遠洋したらそれは転覆するわな、だけどさこんなね隣の台湾海峡を渡ってはい行けるぐらいの船がねはい転覆するようなことは普通はさ要はそう外洋に出られる船ってわけじゃないね、一応さニュース記事には船の写真が見えてんだけど、ね、うん、少なくても、まあ、瀬戸内海とか行ったことあります？の、クルーザークラスの、総統船のクルーザークラスのサイズはあります。まあ、なんでね、いや、本当にさ、欠陥船か、相当な腕のない船長じゃなかったら、転覆しないよね。某さ、セオル号じゃないんだからさ。うん、セオル号はあれトップヘビーだったから転覆したわけだけど、高くもない普通の普通のさ、ね、まさにモーターボートよ。が、転覆するためにはさ、相当荒いことをしなきゃいけないわけじゃない？ね。どういうこったいって思うよね。まあ、たださ、まあ、それもそうなんだけどさ、まあ、さっきも言ったけど、こんなね、こんなことでわざわざ猛攻撃しないとやっていけないような、状況に中国はあるっていうことが一つと、ね、やっぱさ、外敵を作ろうと煽ってるところがものすごく見えると思いませんか？中国が。ね。はい。ね。周りでいざこざがあって、まさに最後の手段は戦争でござる。ね。経済戦争の。って、普通ないんだけどさ、普通戦争は外交の手段であって内政を立て直す手段じゃないからさ、そこをね、履き違えてほしくないんだけど、だってさ、戦争をやって相手の土地を取って、権益奪って、あるいは、こう、完全降伏させて、賠償金ももぎ取って、初めてプラスになるんだぜ。戦争を起こしただけだと、ただの出費だからね、あれは。
ただのマイナスですからね、国家としては。あの武器企業は違うよ。うん。ね。それ考えると、やっぱね、中国はこう、内需的な景気というか、国内的な景気が相当やばいんだろうな、ってのが、前までもさ、確かにさ、妖怪審判とかあってさ、日本の解放とさ、衝突したりとかあったじゃん。だけど、あの時もあの時やばかったけどさ、そっからするとさ、ちょっと前の中国はそんなに不景気じゃなかったはず、ちょっと前ね。あの、今不景気だ不景気言われる前の話ね。コロナ前ぐらいの話まで遡るよ。うん。なんだけど、コロナ落ちてから、今に至るまでのところで、やっぱね、もちろん当時でも、当時、コロナ前の当時でも、今、要は、バレている負債が蓄積していった最中なわけだよ。ね。だけど、こう、その後爆増したのは、やっぱりこうね、支出とね、収入の均衡がおかしくなったのは、まあ、コロナの影響だと思うけどさ。ね。だけど、まあ、その結果として、やっぱね、外に、目を向けさせるしかなくなったんだと思うんだ。鬱憤の、うん。国内の鬱憤の。で、ただ、その結果として、こう、筋が通らないことをやり出して、まあ、もともと筋通らない国だけどさ、もともと筋通らない国だけど、輪をかけて、2個3個輪をかけて、何やってんだろ、こいつっていうのが、最近の中国に見て取れますね。前の軍老会合は、まあ、なんだかんだ言っても、まあ、いつもの中国だねっていうレベルだったんだけど、最近のはね、行動化して頭おかしいと思ってるよ、最近正直言って。ね。はい。さっきも言ったけど、こんなところで転覆するような船は、普通外洋に出られないから、ね。そう考えると、もう最初から転覆する前提の船を送ってんじゃねえかな、と思ってますよ。うん。でも、確かにさ、まあ、例に出したくないけど、盧溝橋事件とか考えるとさ、日本もね、あの時代のさ、こう、センターのこう、唇を切ったところはさ、やっぱこうね、ね、あれがあるじゃないですか。ねえねえねでしょでしょっていうところを考えると、ああ、中国もね、それをやろうとしてる気がするな。うん。あの台湾にこう、一発でも撃たせたかったのかなみたいなところが、ちょっと見隠れするなっていうのが、私の感覚なんですけど、どうでしょうね。はい。うん。ね。うん。2024年、一月半経ちました。はい。今年中に、先端が開かれるのか、東アジアで。ね。少なくても、ウクライナ、ロシアの方は支援がぶった切られたので、もう、ウクライナがぶっ潰れて終わるというところしか見えなくなったんで、はい。ですけど、ね。じゃあ、次の戦場はどこだっていうのが、もっぱらの話題で、多分ここじゃないのっていうのが、見えてきてますよね。はい。まあ、ただ、今回ね、ウクライナ、ロシアだって、ガザ地区だって、そこで、火種はあったけど、爆破するとは思ってなかったとこだから、元から火種があるとこが爆破するとはちょっと思えないんだけど、どこだろうな、次はっていう気がしてます。はい。ね、皆さん、これ中国の行動と、次の戦争、先端がどこに開くか、ぜひとも考えてみていただけると嬉しいなって、思う私でございます。じゃあ今日これにしたいと思います。ありがとうございました。